今日は古い道具ですね。このように錆びてしまって見た目古い道具、これを簡単な方法で綺麗にします。それ綺麗にした後ですね、綺麗にした後はこの感じで新品みたいになりますね。それまずは古い道具をバケツの中に入れて、それ液体錆落とし、それを入れます。それ液体錆落としを1、それ水を1の割合で入れます。それ汚れが強ければ、液体錆落としの割合を増やしてください。それ今回は1対1でいきます。それこの状態で一晩置いときます。一晩置いときまして、それ揚げますと、このようにサビ、ほとんどのサビは取れてますね。こんな感じで取れてます。それ水で洗います。それ水で洗って、それ軽くワイヤーブラシで表面をこすって、この石灰部みたいなものですね。これを取り除いておきます。それで乾燥させます。こんな感じですね。この後で刃物の噛み合わせが悪ければ修正します。で次に木の柄の部分ですね。この部分にマスキングテープを貼ります。今回はガムテープを使ってマスキングしてますね。ハサミですので両側の柄につけてください。それ黒染めスプレーというもので表面を処理します。でこれで黒サビみたいな状態を作りますね。表面に塗膜を作るって感じです。それ丁寧に塗ってください。塗り残しがないようにしてください。それこれで乾かした後ですね。これは乾かした後の絵です。それマスキングテープを外しまして、それこのようなサンダーですね、仕上げサンダーみたいなものに180番ぐらいのサンドペーパーですね、それを取り付けます。それで丁寧にこの刃の表面ですね、刃の表面を磨いて黒い塗膜を取ります。こんな感じですね。見た目綺麗になるように取ります。それで次に切れ味を確認します。切れてますね。最後に透明錆止めですね、これを塗って仕上げます。これで終了ですね。こんな感じで仕上がりました。まあ見た感じ新品みたいな感じになりましたね。あとハサミ以外も鎌も同様にできますね。こんな感じで刃の部分に磨きを入れます。そうするとこんな感じでかっこいい感じでできますね。で同様にサビ止めスプレーですね、これを吹いておきます。